アコシュミネトラジ。はい、皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。今夜もこの時間がやってまいりました。アコシュミネトラジ BJ 松本です。つい先日なんですけども、行きつけのお店の店頭に、こうちょっと置いてあったメダカをですね、なんとなく気になって見てると、いろいろ説明してくれましてですね、そのまま買って持って帰ってきてしまったんですけども、うちに今メダカがいます。はい、なかなか可愛いですよ。ちょろちょろっと泳いでて、餌をあげると美味しそうにピュピュピュって食べに来る感じ。まあ昔は熱帯魚とかも買ったりしてたんですね。グッピーとか、なんかいろいろ買ってたネオンテトラとかでしたっけ、なんかそういうのもいろいろ買ってたんですが、手軽にこのメダカっていうのいいですね。はい、いろいろと、生き物がいて、そのちょろちょろっと泳いでるのを見るっていうだけでもちょっと癒されるのかなというふうな感じの BJ が今夜もお送りいたします。ネトラジスタートです。茅ヶ崎 FM。はい、改めましてこんばんは、 BJ 松本です。最近メダカが売れてるらしいんですね。昨今の自粛、状況で外出できないのに、家の中で癒しを求めるということで、このひらひらと泳いで手軽に買えるメダカ、これが人気があるようでありまして、熱帯魚の場合はですね、ヒーターとかいろいろサーモスタットとか、こう温度管理をしたりとか、水質もある程度こう神経を使わないといけないんですが、メダカはある程度は気を使わないといけないですよ。もちろん暑くなったら死んじゃったりしますので、その辺をですね、でも熱帯魚ほどシビアでない感じというと言い方が変ですが、割と緩く買える。で、餌とかも全部100円ショップとかで買えるんですね。はい、で、100円ショップで買えますよって聞いてですね、実際行ってみたんですけど、本当にもうメダカの餌っていうのがずらって並んでまして、それからいろんな、ものがこう小物類が売ってて、全部100円ショップでも揃うんじゃないかなというふうなぐらいだったんです。はい、でそんなに餌と言っても一袋買えば、全然持つぐらい、一つまみも一日一つまみもあげないぐらいですからね。うちは2匹しかいないので、はい、それで一袋だけ買って帰ってきたんですけど、後々考えれば、入れ物、水槽ですね、2匹なので大きいのは買わなくていいから、100円ショップに行けばなんかこう、食材を入れるようなプラスチックのこうボトル的なちょっと大きめのやつ、そういうのを使えばおしゃれにできますよみたいなのがネットに載ってたので、そういうの探しに行こうと思って行って、あったんで買ったんですけども、それとついでに下に引く砂利、それからですね、温度計、これ温度ある程度見といた方がいいですからね。で、温度計で、なんだかんだ軽き抜きや、それから、微生物を増やすための液体や、こんなもあるんだとか思いながら買ってきたんですけど、そうしてチラッと見ると昨日一昨日、あれだけ並んでた餌、メダカの餌がガロッとなくなってるんですけど、そんなに皆さん買ってるんですかね。ちょっとそれには驚きましたけど、はい、ぜひですね、この癒しメダカ手軽に買えますので、皆さんもですね、癒しを求めてる方は BJ のウクレレを聞いていただくのはもちろんですが、メダカも買ってみてはいかがでしょうか。ということで本日1曲目いきましょう。ボサノバですね、オパと聞いてください。
崎 FM。 はい、聞いていただきました。1曲目ですね、オパトというボサノバの曲ですね。放題がガチョウのサンバという風になってるんですけども、最近はですね、こういうボサノバ系サンバ系ですね、これをですねウクレレソロでアレンジするのを、行っておりまして、今日お送りする3曲は全部、ボサノバアレンジウクレレソロ曲ですね。はい、これなかなかですね面白いんですよ、やってみると。で、以前に、ウェーブとそれからイパネマの娘、この2曲はだいぶ前にアレンジしたことがあるんですけども、その時というのは親指と人差し指、中指も使って3本でこうウクレレを弾いてたんで、そういうので弾きやすいアレンジにしてたんですけども、今日お送りする3曲は最近アレンジしまして、全部親指1本だけで弾けるアレンジになってるんですね。はい。で、まあ、これは、BJ のオンラインワークショップ、こちらの方の課題曲ということで、やらせていただこうかということで、先週もお送りしたんですけど、本日も一番最後にお送りいたします、リサフィナードという曲。これは7月のオンラインワークショップの課題曲になってます。ぜひ、弾きたいなと思った方はですね、オンラインワークショップの方、受講いただければ、譜面も、PDF 譜面の方もですね、差し上げますので、ぜひ、参加いただきたいと思います。来月の第1と第3の日曜日14時からってなってまして、第1の方が弾き方解説ですね。どの指でここを押さえます、どの指でこのことは押さえた方が弾きやすいですよという風な解説をメインにお送りいたしまして、で第3日曜日の14時からの第2回目復習編という風になってるんですけど、こちらの方で、一緒に合わせて弾く、もしくはもう一つこう深いお話までするということの2部構成になってます。来月の第1と第3日曜日14時からのオンラインワークショップ、ぜひ受けていただきたいと思います。詳しくは湘南ウクレレクラブのホームページですね、湘南漢字ウクレレカタカナクラブ漢字で検索していただきますと、ホームページに、ホームページが出てくると思います。はい。で、本日2曲目にお送りするのは、これはですね、多分8月の、ウクレレワークショップ、こちらの方の課題曲になるかと思います。はい、わかんないですよ、先ほどのオパトになるかもわかんないですけど、多分これからお送りするこっちの方が、8月になりそうです。ワンノートサンバ聴いてください。いただきました。ワンノートサンバですね、ワンノート一つの音で作られてるサンバということで、メロディーがずーっと延々にタンタタン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 と一つの音がずーっと続いていて、コードがその中にちょ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 っと変わっていく感じなんですね。これ意外と、聞き心地よりも簡単に聞いて、印象よりも
簡単に弾けると思います。まあ、途中若干早いフレーズは入ってくるんですが、これはあの同じフレーズの繰り返しな感じなんですね。同じことを5フレットを制覇してやって、次は3フレットを制覇してやってっていう感じなので、5フレットの方ができてしまうと3フレットの方も簡単にできるという風な感じになってますので、ぜひ挑戦いただきたいと思います。はい、一応ですね、演奏してる動画が YouTube に上がってますので、 BJ のウクレレ講座ワンノートサンバで検索していただきますと、動画が出てくると思います。先ほどのオパトもそうですね、ガチョウのサンバで BJ のウクレレ講座ガチョウのサンバ、これで検索していただくと出てくるようになってます。で、譜面があの画面上にさーっと流れていきますので、まあ、それを見ながらどういう感じになってるのかなっていうのも楽しんでいただければと思います。それでは、本日最後の曲、先週もお送りいたしました、これですね、デサフィナード、これ7月の課題曲になってます。聴いてください、どうぞ。ありがとうございました。アコシュミンネトラジー、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。このデサフィナードという曲、それとですねオパト、これ両方は、弦がですねフロロカーボン、これを使ってるんですね。で、デサフィナードはテナーウクレレなので、若干こう硬くてパーンと張りのある音がしてるんですけど、どうもこれが BJ がちょっと苦手でですね、で、コンサートウクレレにフロロカーボンを貼ったのを、1曲目にお送りしたオパートで弾いてたんですけど、それもなんかカーンとした音がしてるので、もっと柔らかい音ということで、本日2曲目に聴いていただいたワンノートサンバ、これはナイロン弦に変えたんですね。はい、クリアナイロンなんですけど、で今度はクリアナイロンでもまだカーンとしてるから、それよりダークな音のするブラックナイロン、これをいろいろと今試してます。はい、次の曲はブラックナイロンで弾いてみたいと思います。どんな音か楽しみにしててください。ということで今夜は以上です。また来週お会いしましょう。おやすみなさい、さようなら。茅ヶ崎 FM、